小室佳代さん、ま子さんのせいで、K は不合格になった。の逆恨みを週刊誌が暴露。嫁姑問題勃発へ。みなさん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。小室夫妻は仲良しなのか 昨年10月に小室圭さんと結婚し、現在ニューヨークで生活している秋篠宮家の長女、眞、ま、子さん。最近では、小室圭さんと仲良く手を繋いで歩いている姿なども報じられています。小室圭さんと眞子さんが結婚する以前には、多くの国民から批判を浴びつつも、お二人は常に固い絆で結ばれており、また、眞、ま、子さんと 小室圭さんの母親、加代さんとの関係も非常に良好であると報じられていました。女性セブンは、小室圭さんとの結婚前から、眞子さんが、加代さんと頻繁に連絡を取り合っていたことや、ニューヨーク移住後にも連絡を取り続けていたことを報じています。眞子さんは、義母、加代さんと変わらず、テレビ電話で連絡を取り合っているようです。 かよさんは、自宅からほとんど外出せず、潜伏生活を送っていますが、海の向こうからの連絡を、日々の励みとして過ごしているようです。まこさんは、公の場で、かよさんについて何か語ったことはないのですが、一方で、かよさんは、週刊文春ヌーマンのインタビュー記事にて、まこさんの印象に関して、次のように語っています。お相手の方は、 とても立派な方で。曲がったことや、嘘は、お嫌いで真実のみを信じて、ご自身の意見もしっかり持っていらっしゃる。僭越ながら同じ女性として尊敬、大尊敬しています。うちの息子にはもったいないくらいです。以前、お会いしたときには、私は完璧な母ではないです。ちゃんと息子を育て上げていないので、と。 不安な気持ちを正直にお伝えしたんですが、それでも受け入れてくださって。こんなに長きにわたって、お相手の方が、息子のことを信じて、愛してくださっていることに、私は、本当に、感謝の言葉しか申し上げられません。今後、家庭崩壊となる可能性も。このように、一見、みんなが、 固い絆で結ばれた理想の家族のようにも思えるのですが、一方で、精神科医の片田真美氏は、結婚後には、家族の絆にもほころびが生じる可能性が高いとして、次のように指摘しています。ゴールインした後の新婚生活にも大きな懸念が。小室さんは、モラハラ夫になる可能性が大いにあります。家庭内のモラハラは、 加害者は自己愛が強く、被害者は罪悪感を抱きやすいという組み合わせの時に起こりやすい。マニピュレーターの小室さんと君が悪いと言われたら、うのみにしてしまうような優しい性格の眞子さま様は、モラハラ家庭の典型的なパターンだと推測されます。眞子さま様が、言いなりの状態から脱する方法はあるのだろうか。催眠術にかかっている人は、 周囲の人に何を言われようとも目が覚めないのと同様でなかなか解けません。眞子さまの場合、惚れ込みから抜け出すには経済的困窮や読む姑関係などで苦労されて痛い目に遭われる必要があるでしょう。小室さんは母の欲望を自分の欲望のように見なす母子密着の状態にあるため 結婚後に読む姑問題として顕在化する可能性があります。そのような厳しい状況になって初めて、眞子さまは目をお覚ましになるのではないでしょうか。結婚前から危ういバランスの上に成り立っているのではないかとも指摘されていた眞子さんと佳代さんの関係性ですが、すでにお二人の間の関係のほころびは顕在化しつつあるようです。 文字通り八方塞がりというわけである。加えて、非生活でも、きしみ、が生じかねないと指摘するのは、東京家族ラボを主催する家族問題コンサルタントの池内博美氏である。お二人は、周囲からのバッシングがあればあるほど、絆が深まる稽古な夫婦であり、今回、再び試験に落ちたことで一層関係は強まると思います。 ただ、注意すべきは小室さんの母、かよさんです。彼女にとって、ケイさんが弁護士資格を取得するのは、人生の上がりの一つ。それが叶わないのは、息子が原因とは考えず、まこさんのせいで勉強時間が削られたからと、責任転嫁すらしかねません。もっとも、そうした不満を表に出すことはなく、子供を作るという大きな目的があるため、 今まで以上に息子に協力するよう、真子さんに促すはずです。小室さん母子は、悪いのは周囲で自分たちは正しいという意識が特に強く、真子さんには、K の成功こそがあなたの成功につながる一緒にバッシングするメディアを見返そうというふうに鼓舞するのではないでしょうか。かよさんの熱量に触れ、真子さんは、ますます 小室家のコントロールを受けることでしょう。家族の歯車は、どこで狂ってしまったのだろうか。K さんの司法試験をめぐり大喧嘩に。この記事では、かよさんが、まこさんに、不満を直接ぶつけることはない、としていますが、実際には、やはり、まこさんが悪いというかよさんの本心は、言葉の端々に現れてしまっているようです。これまで、 仲良く、ビデオ通話で連絡を取り合っていたお二人ですが、小室圭さんの二度目の司法試験不合格により、そうした状況にも変化が起きつつあるようですね。眞子さんが、二度連続で、試験に不合格となった小室圭さんに不満を持つのは当然ですが、一方で、佳代さんは、眞子さんのせいで、圭さんが不合格となったと考えていますから、 お二人の会話の話題が、この試験の話になると、常に口論になってしまうようです。また、ある時など、眞子さんが、冗談半分で、何年も、他人のお金で留学したのに、二度も、試験に不合格になるなんて、K さんは、本当は頭が悪いんじゃないかなどと口にしてしまったことがあるようなのですが、その際には、 代さんは劣化のごとく怒りだし、あんたが、しっかりと、K の面倒を見ていないから、試験に落ちたんでしょうが。などと絶叫し、そのまま、非常に激しい口論となってしまったそうです。最近でも、小室 K さんと眞子さんが、一緒に手をつないで歩いている姿などが報じられていますが、実際には、大変関係が悪化しているところを、悟られないように、 無理に仲良し姿をアピールしているのかもしれないですね小室圭が2回連続不合格になったのが真子さんのせいという前にそもそも息子がアメリカに行く羽目になった原因は誰なのかもともと小室母と元婚約者の間で借金問題が発覚したのが事の発端でホテルが冷めるまで結婚を延期してアメリカに雲隠れしたのが原因です 借金問題が暴露されなければ、小室圭は、アメリカに行く必要はなく、奥の法律事務所のパラリーガルのまま、眞子さんと結婚していましたよ。それに、小室圭が、2回連続で不合格になったのは、単に、実力不足と、もともと、本気で弁護士を目指しているわけではないからです。眞子さんを擁護するわけではありませんが、 元婚約指舎への借金も肩代わりしてくれた恩人に、息子の不甲斐なさの責任転嫁するとは、恩を急で返す。この母子には呆れ果てます。皆さんは、眞子さんの力で、ケイさんを留学させ就職させることができたにもかかわらず、このように大声で罵倒してしまうカヨさんについて、どう思いますか本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。 また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。